おはようございます。新井美智子です。ときめく夢、きらめく音、私たち FM 山口は1985年12月1日に全国20番目の FM 局として産声を上げました。皆様に支えられ30年の歴史を刻むことができました。本日これからの時間、30年分の感謝を込めて開局30周年記念特別番組をお届けいたします。皆様と一緒に楽しむラジオパーティーです。さあ開会いたしましょう。 Happy 30 years! FM 山口をお聞きの皆さん、おはようございます。陣内泰造でございます。今日は FM 山口開局30周年記念特別番組のスペシャルナビゲーターとしてお招きいただきました。お久しぶりでございます。 FM 山口の皆さん、そしてリスナーの皆さんと一緒に今日は楽しみたいと思っております。 FMY Happy 30 Years、 届いている FMY 30年分の感謝を込めては、これから午前11時までの第1部、そして午後1時半から夕方6時55分までの第2部に分かれていますけども、延べ放送時間なんと8時間55分働きますね特別番組です。もちろんあの人もこの人も皆さんおなじみのパーソナリティがどんどん出演しますし、それから日頃聞くことができない顔合わせといいますか、まあ声合わせといいますか、そして今日だけのスペシャル企画がまあ満載でございます。お仕事の方も今日はねちょっと多いかもしれませんけれども、どうかできる限り楽しんでいただければ幸せでございます。トップバッター、これからの時間7時台そして8時台の僕のパートナーは僕の心の恋人でございます、新井美智子アナウンサーでございます。おはようございます。新井美智子です。ニュースおかえりなさい。ただいまが入りました。はい、どうも、はい、ということでね、FM 山口30周年、いや僕も随分お世話になりましたからね、いろんなあんなことからこんなことまで、これまでもいろいろコラボしてもらいましたが、宇部出身のね、仁さん1965年生まれ、山口ふるさと大使であり、はい、そしてこの開局特番も初めてじゃなくてね、15年前にね、ありましたもんね。そうですね、やりました、やりました。その時はだから35歳だった僕が50歳になりました。ありがとうございます、はい、さあ皆様からぜひね、メッセージで参加していただきたいということで、はい、メッセージを、お寄せいただければと思います。今回お題は、今あなたが聞かれているシチュエーションはということでございます。それからね、番組中にお届けする曲ですけど、一部を除きましてかねてより募集している愛あるソングリクエスト、番組内でも受け付けていますので、FM 山口のホームページにある専用投稿フォームにお送りください、はい。ね、どこで聞いてるかというメッセージに関しまして、それから30年に関するね、フリーメッセージもお待ちしております。どんどんメールアドレスが、はい、特別なアドレスを設けまして y30@fmy.co.jp、 ツイッターアカウント y30fmy、 ファックスは083-923-7373番、抽選で30名の方に、30周年ですから、緑山大学のぬいぐるみをプレゼントさせていただきます、はい、どんどん楽しんでいただきたいですね。どん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 ご参加ください。さあ、まもなく7時34分です。この後はドライバーのあなたへ道路交通情報をお伝えします。月曜日の朝、どうぞ安全運転でお願いいたします。この後道路交通情報、そして情報ボックス山口です。道路交通情報、中毒グループとボートレース徳山がお送りします。道路交通情報、おはようございます。日本道路交通情報センターからお伝えします。はじめに、周南市内の国道2号線が事故のため通りにくくなっています。国道2号線は九州方面に向かう下り線の周南市三田川付近で、車3台による事故のため午前7時13分から車線が規制されています。現場の警察官の指示に従ってお取りください。このため渋滞がひどくなっています。
時間にゆとりを持ってお出かけください。次に高速道路の状況です。中国道や山陽道、それに関門橋は順調に流れています。天候に伴う交通規制もありません。九州道は霧のため区間によって最高速度が50キロまたは80キロに規制されています。標識に従って通行してください。続いて山口県内の一般道路の状況です。主な交差点の混雑状況です。周南市内の国道2号線は事故の影響で桜木付近、周陽1丁目付近で九州方面に向かう下り線が1キロ以上渋滞しています。三田川交差点もおよそ500メートル混雑しています。下関市内の国道2号線は院内交差点で上下線が混雑しています。ところで道路工事のため山陽小野田市内の国道190号線が夜間通行止めになります。国道190号線は山陽小野田市羽生で上下線とも12月4日と12月5日のいずれも夜10時から翌朝6時まで通行止めになります。現場の指示に従って迂回してください。なお天候により順延になることがあります。さて今朝は霧のため見通しの悪いところがあります。周囲の人や車の動きにご注意ください。日本道路交通情報センターの藤本がお伝えしました。道路交通情報、中徳グループとボートレース徳山がお送りしました。改めましておはようございます。陣内泰造でございます。 FMY Happy 30 Years、 届いている FMY 30年分の感謝を込めて FM 山口の第一スタジオより生放送でございます。生放送でございます。生放送です、はい。7時台8時台のパートナーは新井美智子アナウンサーでございます。よろしくお願いします。気持ちいい朝ですね。本当にちょうど今 ね朝日が、うん、窓から仁さんを照らしているっていう、そう、僕のおでこが今ピカーンと、おい眩しいあの先ほどの道路交通情報、うん、あの2号線のね、はい、事故、三田川交差点のね、はい、付近の事故、ね、事故車3台からの事故ということで、ね、本当に渋滞も起こっているようで皆さんお気をつけいただきたいと思います、はい。これでその道路交通情報をはじめとしましてね、うん、今日は特番内の、うん、道路交通情報ですかね、はい、使用していた紹介コールと BGM、はい、なんか懐かしいの一瞬懐かしバージョンで聞いていただこうということです。さすが30周年、はい、もちろんあの最新の情報を載せるんですけれどもね、はいはい、うん、そちらもお楽しみいただければと思っております。はい、はい、さあ番組中にお届けする曲ですが、うんうん、かねてより募集している愛あるソングリクエストを中心にお送りしてまいります。ぜひ皆さん今、ね、この時点でも受け付けておりますので、ね、間に合いますからね。どん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  FM 山口ホームページにある専用投稿フォームよりお送りください。やっぱ愛って大事じゃないですか。愛をぜひコメントね。ね、陣内さんはね、ええ、歌で愛を届けることを続けて、いやいやいや、ね、口と体で愛を愛ってもいろいろある、はい、家族への愛とか、はい、まあ、もちろんね男性女性好きみたいな愛もありますし、うん、ふるさとへの愛などなど、はい、まあ、どんな思いで誰に伝えたいかということをメッセージとともにリクエストしていただければと思います。プレゼントするような気持ちでね。そうですね、ぜひ送ってください。愛あるソングリクエスト、リクエスト曲が放送された方、愛あるプレゼントとしまして、本日もれなく2000円分の花と緑のギフト券をお送りいたします。素敵ですね、このプレゼント ねまた大切な人に、ね、お花を送っていただければと思いますし、また30年の感謝を込めたプレゼントが当たるダブルチャンスもあります。いや結構プレゼントいっぱいありますよ。そう、ゴージャスなプレゼントを用意させていただきましたので、はい、FM 山口のホームページから、ね、投稿していただければと思います、はい。もうねすでにたくさんいただいてるんですよ。ではその IR ソングリクエストの1曲目いってみましょうかね。はい、周南市のラジオネームミキティさんから届いた IR ソングリクエストはですね、娘さんに送りたい曲ということです。小袋のエールリクエストいただいてます。
21年前産声を上げた時取り上げてくれた助産婦さんに名前は千秋なんですとしたあの日から21年、来年の春からは親元を離れて兵庫県の老舗旅館で仲居さんとして働く娘、元気で頑張ってね。でも頑張りすぎないようにね。周南市のラジオネームミキティさんから届いた IR ソングリクエスト、小袋のエールでした。ミキティさんにはの、はい、2000円分の、ね、花と緑のギフト券差し上げますから。お嬢さんがね、うん、この春から社会人ということですからね。そう、働くわけですからね。親御さんはね、もうなんかほっとした思いと、とあともうハラハラする。大丈夫かな、大丈夫かしら、いつでも帰っといて。そういう思いでしょう ね, ね, ね。いやでもね、頑張りすぎないでねっていうところに本当にね、親心を、親心を感じますね。仁さんもね、親だから。はいはい、ちょっとまだまだちっちゃいんですけどね。はい、その辺のね、仁さんのね、うんうん、パパさんトークは後ほどありますのでね、存分に喋らせていただき、楽しみにしていただければと思います。はい、早速番組に皆さんメッセージありがとうございます。はい、島根崎のスペースアラブさん、うん、仕事しながら聞いています。今ね、あなたが聞かれているシチュエーションを教えてくださいというのが、もうこの時間の仕事ですか。あら、早くからお仕事お疲れ様です。僕は仕事をしながらラジオを聞くのが好きなので、うん、いつも聞いてますよ。うん、ラジオから流れてくる曲やトークを聞いたら元気になれます。これからもラジオと共に過ごしていこうと思います。これ仕込みじゃないですよね。お願いしといた。ありがたい、ありがたいコメント。いや、お願いしといたわけじゃないですよ。違いますよ。はい、ありがとうございます。ラジオネームトマトンさん、トマトなどなど野菜を収穫しながらリスモで聞いていますよ、うん、と。あ、農作業しながらリスモウェーブで。なるほど、ね、でも本当30年前にはね、うん、こんな形でラジオを楽しんでいただけるなんてもう想像もつかない。ね、本当ですよね。おはがきくださいって言ってましたから。そうそうそう、おはがきですよ。そう、または生電話インタビュー。ありました、ね、インタビューじゃない、リクエスト。リクエストね、あの、何度かかけてくださいって。そうそうそう、あのアルバイトの人たちがこう何人もいて、ね、電話を取るアルバイトの人がいましたね。はい、いましたよ。でもね、こういう形で変わってきたな。ですから、こういろんな作業しながら、うん、今ね、スマホで見てくださって、ね、ありがとうございます。お付き合いくださいね。ありがとうございます。この作業ね、はい、大収穫をお祈りしております。山口のチェリーさん、陣内さん、新井さん、おはようございます。おはようございます。30周年おめでとうございますといただきまして、はい、ありがとうございます。娘も今年30歳。うん、じゃあその時に生まれたんですね。うん、85年、1985年生まれということですもんね。そうですね。当時のことがいろいろ思い出されます。うん、ただいま通勤中、多分車を止めてね、メッセージくださったんだと思いますが、ありがとうございます。会議が終わったらまたお付き合いさせていただきます。お会議さっさと終わってね、ピピッと終わって。やっぱ月曜日の朝は朝一の会議がある。あ、そうか、そうか。一応やんないと ね、 ミーティングで、ミーティングがあって、なんかいいこと1分間トークしなさいとか言われてそれ一応やんなきゃいけないから、週の初めにということですね。お仕事お疲れ様でございます。はい、今日も一日頑張りましょうということで、はい、頑張りましょう。仁さん特に頑張らんと。頑張らんとね、夕方までね。9時間近くやりますから。いや、頑張りますよ。はい、はい、もうちょっと昨日いっぱい寝ましたから ね。第一部がね、11時までということですからね。はいはい、引き続きね、皆さんからメッセージをお待ちいたします。宛先ですけど、メールは y30@fmy.co.jp、はい、スペシャルでお届けしておりますのでね。はい、そしてツイッター y30fmy。送ってください。はい、ファックスもいいんですよ。あ、もちろんです。083-923-7373。そんなメールやらツイッターやらわからんわーって言うとファックスでいいですよ。ファックスで、083-923-7373ですよ。おなじみのファックス番号です。はい、お願いいたします。はい、今日は特別番組をお届けしております。おかげさまで12月1日、実は明日なんですけれども、ね、FM 山口開局30周年を迎えるということで、なんかね、自分たちで祝っておりますけれども、というか、あの、この30年で感謝を皆様にお伝えしたいという特別番組です。メインパーソナリティは陣内泰造さん。はい、どうもよろしくお願いします。僕はあの1988年の4月にデビューしたので、僕ね、デビューした時から途端に、もう FM 山口だったら深夜ですよね。そうですよね、2時4時で JFN のね、ネットワークで FM ナイト3とピュアミュージックって言って、2時間の生放送、2時から4時までですよ。うん、もう本当にあの、まあ、深夜なのでやりたい放題の番組だったんですけど歯磨き粉の
磨き比べします、シャカシャカシャカ、何それ分かんない、あなんかあこの味結構いいなとかわけわかんない、あそういうのやってたんだ、もうすごいバラエティー色濃かったんですけども、はい、でそこから始まって夕方ミュージックでもありましたね、夕方ミュージック夕方にやってて夕方ミュージックをかけているというそうそうで感じで夕方音楽と書きますみたいなもう懐かしいですねはぁとかやってましたね、あの気合のコーナー陣内太蔵さんに気合入れてくださいお願いしますって言ってたエコーかけてはぁとか言ってちょっとやっとく、いやいやいやじゃあ気合をお願いします、いきますよ、せーの、はぁありがとうございました、皆さん月曜の朝に気合が入ったんじゃないかと思います、一人今ラジオの前に転んだと思いますけどねバイスさんから来てます、ありがとうございます、太蔵さん、太蔵さん、太蔵さん夕方ミュージック気分で頑張ってください、頑張ります聞いてくれてたんです ね、ラジオパーソナリティとしてもね、はい、本当にキャリアが長い太蔵さんなんですけれども、あのメッセージいただいておりますね、どんなシチュエーションで皆さん聞かれてますか、うんうん、僕は車での移動や、それからやっぱりスマホで作業中に聞いてくださって、ね、ちゃんとあの聞いてください、身近にね FM 山口があるってことがいいじゃないですか、ねうん、本当にあの皆さんのすぐそばにある放送局でずっとあり続けたいなと思っております、ね、届いてますか、届いてますか、届いてる FMY、ね、道路交通情報、思わずおーって運転したから声が出ました、すごいすごい、じゃあそこちゃんとねよかったねよかった、分かってくれてまだまだ自然に刷り込まれているジングルとかたくさんありそうですねおっとこれはこちらのおもつぼ、ね、おもつぼこの後ね、耳馴染んだね、そう、うん、ご期待いただければと思いますよ、 それからメガネは頭の上にありますよさんはね、仁、うん、さん、みちこさんおはようございます、おはようございます、今娘を学校まで送っていって帰りの車の中で聞いてます、あららら、ね、行ってらっしゃいしたんですね、天気いいのに今日は楽器を持って帰って、うん、はい、うん、楽器やってらっしゃるんですか、うん、天気いいのに今日は楽器を持って帰って入るから乗せて行っていただいて、うん、おかげで朝からごめんなさい、ちょっと私理解できてないね朝から1から聞けて、とにかく朝1からしっかり聞けたと、なるほど、素晴らしい、ね、今始まったばっかりですからちょっと私、ね、ちょっと理解できない、多分ね、あと9時間、8時間ぐらいありますから、ね、申し訳ないということで、はい、皆さんからのメッセージお待ちしております、はい、メールアドレス y30@fmy.co.jp、 ファックス083-923-7373、ツイッターは y30fmy、 この後は10分間東京からのはい、クロノスをお楽しみいただきますので8時20分にね、8時20分からまたまたお楽しみいただきたいと思います。